本日最新にして最後のアルバム、ああ面白かったがリリースとなる吉田拓郎さんです。おはようございます。ずっといるってば。<laughs> <laughs> ずっといるじゃないか。しかも、うんえー、まあ、あの前回の登場の時には、日本放送の六階のカフェが。うん、まあ、このコロナ禍でなくなったので。はい、そりゃ寂しいことだな。そうなんですよ。拓郎さんがいつも楽しみにしていたクリームソーダもないんですって話をちょうどね。うん、そうそうそう。してたんですよ。うん、運んで来てくれるね。はい、あのー。 女の人も可愛い人多かったな。ああ。な、うんだそれ大事ですよね。大事だよ、柿原さん。いや、ごめんなさい、もう拓郎さん。のためにポモソそうって来るか。いや、インタビューはもう本当は綺麗な女性の方が拓郎さんは絶対嬉しいんですよ。よ君なんかに会いたくて、来るんじゃないんだから。<laughs> いや、僕も拓郎さんのブログ見たらなんかもうフジテレビのなんか女性アナウンサーがなんか久しぶりに会ったらやっぱね、あ,あの若い女性アナウンサーにインタビューしてもらって。嬉しかったさすがに嬉しいって書いてあた。 う嬉しいね、インタビューも、おっさんが来るよりは、本当 <laughs>、いや、申し訳ないです、やっぱりこのように有、うん、楽町に来ると、やっぱ拓郎さん、楽しいは楽しいですね、好きだなあ、ありがとうございます、うん、僕はなんかこう、ラジオ局、ラジオステーションっていうところに、なんか自分はこう、居場所があるような気がするな、やっぱ、あ本当ですか、うん、でやっぱテレビステーションに行くのと、気分が違うねそうですか,あなんか。ああいうととこ行くと えとそれこそ人から言わせられ借りてきたっていう感じになっちゃうんだけど、こう、ラジオステーションっていうところにはこう、ぽって自分の居場所があるような、若い頃からそういう気,気分ですね、<ー>好きですね、僕ね、拓郎さんが本当になんかテレビからお歌番組、オファーがいっぱいあったりとかした時も、うん、テレビに出なかった理由は、うん、まあ、会う、会わないだけじゃなく、いろんな思いもあったんですよね、でも当時はね。 テレビに対してはこうアンチティーゼもありましたね、はい、なんでお前らとこうで歌わなきゃいけないんだよっていう生意気なあの若造の気分もありましたから、テレビで歌わなくたって別に俺の音楽はあのみんな若い奴らわ分かってくれるんだっていう、うんうん、テレビで歌う歌手になるのは嫌だっていうのがあったんですよ、うん、だからテレビ局に対してはあんまりこう好意的じゃないし。うん まあ、中で出ることがあってもさっさと帰ってくるっていう感じですね、うん。あの時はでもそういうスタンスのアーティストが出てきたっていうのはある種衝撃を持って受け止められたでしょうし、うん、ある意味今回拓郎さんがオールナイト日本ゴールドの中でもお話になってたことの印象的なフレーズに、うん、やっぱ社会に対しても戦ってた部分がかなりありました。ありまっていう。それは。結局だから、えーと、テレビの歌番組に出て、 その一曲も丸々歌えなくて、ワンハーフとか言って、1分半か2分ぐらいに曲を締められて、一曲軽く歌って、それで全国の人に見てもらって、それでヒットさせるっていうやり方は、僕が出てきた頃から、もう、もう古いよ、そんなのっていう風に僕は思ってました。はい。だもう時代が違うんだっていう。だら僕、これは、特に僕は、あと、テレビで一曲歌うぐらいだったら、 20曲持って全国回った方がいいんだっていうふうな発想に変えようって言って、あの、当時、僕らを取り囲む環境の若い連中に、あの、全国ツアーっていうのをやろうと、これから。うんうん、それで、現地へ歌いに行こうと、あっちこっちへ。はい、テレビで顔を売るんじゃなくて、現地へ行って、覚えてもらおう。はい、歌も聴いてもらおう、はいで。自分の世界を見て、聴いてもらうためには、1時間半や2時間歌なきゃダメだっていう、うんうん、そういう気分で、 テレビでいうところの歌番組とかそういうものには出なくていいそれよりは地方へ行って自分の足であのそこへ行ってそこで演奏する聴いてもらうっていうのを大事にしようっていうことで僕らの活動は始めましたよねあのそういう中で拓郎さんに例えば曲を作ってもらいたいというオファーがあって実際のお答えになったりとかそれがヒット曲につながったりとか、うんまあ、もちろんあったし、うん、あるいは 後になんか近畿との共演でまた拓郎さんが番組に出たりするっていうところでのある種の拓郎さんの中でのなんかこう折り合いのつけ方ってのはどんな感じにしてたんですかうん折り合いっていうか全ては大体偶然から始まってますけども、はい、ただ僕はその例えばそういう先ほどの全国ツアーとかを始めたりしている頃からあの僕は東京へ何しに出てきたかって広島から来たかっていうとその1シンガーとして あの、有名になりたいとか、売れたって、そんなことではなくて、やるんだったら、全音楽シーンで、あの、活躍してみたいっていうのがあって、自分の作る曲、楽曲っていうか、それを勝負してみたいという。それは、まあ、あの、大げさに言えば、歴代のそこまで、日本の,あの芸能文化を支えている、作詞家、作曲家の大先生っていう人たちとか、日本で言えば演歌とか、いうようなものが伝統的にあるんだけど、それらにも食い込んで、 で,できるんだったらひっくり返したい、できるんだったら壊したいっていう気分があったんですけども、だからそういう意味で言うと、その例えば。 えとザ・芸能界当時は僕らはあっち側こっち側って言うに負けてたんだけど、はい、あっち側のザ・芸能界から作曲のオファーがあったらそれは好んでやるって僕は前向きに<ー>それを嫌がるんじゃなくてあえてぜひやりたいっつってそれでそこでヒットさせると、うん、そうすることによって僕らのやってることが正しいんだっていうことが認めてもらえるわけだから、うんうん、そこと喧嘩をするんじゃなくてそこをひっくり返したい、うん、そのためには積極的にやりたいだからアイドルたちの作曲 やその演歌の人の作曲なんかの依頼があったらそれは好んでやろうという気分で言いましたね、はあ、じゃあもう痛快だったんじゃないですかそ結果が出た時ってい,いやそれはだからね,ね最初はもう海のものですからねだからあの相手にもされないぐらいだったんだけどだんだんヒットとかが出始めると、うん、それは気分いいですよ柿原さん本当にやったじゃんっていう感じそ,う、ね、それで例えば僕は当時は原宿六本木が、まあ、夜の 泊まり場だったんだけどそこへそのさっき言ったザ・芸能界の人たちが来るようになって会いに僕にそれで拓郎さんえっとうちのなんとかにも書,書いてくれないですかねなんていう話が飲みながら出てくるようになると、ねはい、それはもう内心はやったねっていう気分、はあ、そうなんです、ね、ここだよねやりたかったのはっていう感じなるほど、うん、自分がヒット曲を出すことよりもむしろそっちの方が実は嬉しい 僕はああ<ー>、うん、そうだったんですねで、まあ、全てはもう出会いって、まあ、偶然とおっしゃいましたけど、うん、そういう意味ではそれこそキンキキッズとの出会いがやっぱテレビであったり、うん、篠原ともえちゃんが今回ねドキュメンタリーのナレーションをやったりとか、ねうん、篠原はこの間世界的な賞をもらっちゃいましたよあのファッションの、はい、すごいですねあれもだからこの間キンキの二人と篠原とも会ったんですけども、はい、まあ奇跡的だな俺たちの出会いはとか言って、はい、でそれずぶって偶然なんだけどこれもはい、はい そこに偶然集まったこの4人がなんか今でもまた付き合いをずっとやっててそれで年の差を超えて親友として付き合ってもらえてて僕なんかは、はい、で僕なんかはあの,あの時ちょうど50歳だったんだけど、はい、50歳からの人生をどうしたらいいんだろうってすごい迷ってる時だったの僕は、はい、このまんま自分の,このポジションのまんま続けるのか このまんまなんかニューミュージックとなんとかっていうようなことでやっていくのかシンガーソングライターっていうことで何をしていけんいこのかがよくわからない気分になってた時にあの少年少女たちと出会って年の差30歳ぐらい以上あるのにあの連中と打ち解けて話してるうちになんか新しい光明が見えてきて僕にはそれであそうかこれでいいのかっていうようなことを彼らから教わるっていうね 奇跡が起こってるんですよ、僕には。うんうんだ あそこからなんか、自分の長生きの秘訣が、彼らからあの、教わったみたいで、すごいもう、僕は今、キンズとか篠原友恵たちには、感謝の気持ちが強いですね。うん、一個のテレビ番組が、もちろん番組は必ず終わるんですけど、その番組実際終わってるにも関わるラブラバイしてるわ、うん、ずっとこうやって人間関係として続くってのは、本当に嫌な例なんでしょうね。すごいですよね。だと僕は思いますけどね。うん、しかも篠原友恵ちゃんあのキャラからのこの、 そうです、あの頃だって、グフグとかギアラ、プリプリとか言ってた女の子が、そうそう今、あの、先生ですよ、デザイナーの。そうですよね。今あの、スタッフもみんな、今度、ラブラブまたやるんですけど、はい篠原さんってみんな。<laughs> <laughs> すごい。<laughs> 本当に。まあ、でもそういう存在に彼女が自分の実力でやったんですね。なったってことですよね。それはね、あの子たちが、やっぱり、キンキ技術ズもそうだけど、あいつらだって、 夜泣いたこともあるだろうし、はい、一人ぼっちで、あの、辛い夜を迎えたりしたことがいっぱいあったと思うんだけど、そこをやっぱりあの二人乗り越えてるっていう感じが、最近あって話すと感じるんですよ、すごく。じゃやっぱりいろいろ、その、それなりにね、篠原とお前もそうだけど、それなりにやっぱり苦しいことや辛いことはあったし、そういう夜を何度も体験してるんだなっていうのは、ありありと今あって話すと分かるんですよ。だかそこを乗り越えたから強い、今ね。なるほど。うん そのキンキの二人が今回のアルバムの大事を書かれて、ああ、面白かった。今日発売。ですね。はいはい、このアルバムの話、お知らせの後もまだまだ伺います。さあ、吉田拓郎さんの最新アルバム、ああ、面白かった。あの、このアルバム制作にあたってのドキュメンタリーで、それこそ、あの、女優の奈緒さんを起用して、拓、うん、郎さんと、 そして篠原智恵さんが、妻恋に、はい、撮影に行きました。撮影に行かれてる映像ありますね。素晴らしい映像ですね、はい、あれ。素敵だね。素敵ですね。あの子がまたね、知らなかったんだけど、俺、何にも。そうなんです、ね、これもキンキキッズから教わったんだ。<ー>キンキ,キッズの番組にあの子が出たらしくて、ゲストで。<ー>それで、そこで吉田拓郎という名前を彼女が出したんですよ。<ー>それを、あの、つし君か、小一君になったかと、僕に連絡くれて、 こういう女優さんがいらっしゃるけど、拓郎さんご存知ですかって言うから知らなかった、えー、それでその部位を見せてもらったら、はい、あ、俺のこと好きなのこの女の子とか、20, 20代ですからね。そんな20歳ぐらいの女の子が、70過ぎたおじいちゃんのことを、なんかそんなに言ってくれるってこんな嬉しいことないねっていう感じから、うん、ちょっとその女の子に興味持って、はい、どんな子か会ってみたいなとか思ったりして、はい、でいろいろ指示を集めてたら、 なんか、とってもなんかチャーミングで個性的な人だから、なんか今度のアルバムでなんか、イメージがあるとかそういうのやってもらえるとね、ジャケットの、いや、面白いかもななんて、漠然と。それもなんか、だから偶然のその、この子が k i n k の番組に出なきゃ、そうですね。なかったんですよね,ですね、うん。で、カメラマン、篠原智恵さんが。 あの、ディレクションしてディレクションっていうかして。で、だから、拓郎さんと奈緒さんと篠原智恵さんが、うん、こう、撮影しながら、あの、妻恋の綺麗な、本当にお天気ももう、良かったですね。いいお天気で芝が広がってという、その丘のような場所で、はいまあ、ある種、わちゃわちゃ3人されてる姿が、す,す,ね、すごいなんか素敵な映像で。うん、本当に、僕もあの、あれ、改めて見てて、ね、素敵な映像を撮れましたね。拓郎さんが、妻恋の芝にこう、ぐーっとこう、 寝そべってっていう、ええ、あのシーンもなんかここにはちょっと神様がいらっしゃるんじゃないかと思うこともあるっていうちょっとねそういう気分がしたんですよそれ、まあ、あ,のあの時期も良かったから芝がすごい綺麗だったし一面に広がってるあそこの芝の上に6万人7万人があの晩いたんだなとか思うとなんかその芝にこうチューしたくなってはあ<ー>、うん、かいや変な話「妻いは妻いであっ ある種、あの日の主が戻ってきてくれたっていう。ああね、主っていうほど,もないけどでも、拓郎さんがいないと、うん、あのイベントはないわけで、うん、ある意味。うん、そこの、だから再会のシーンですよね、あれは、あの場所と拓郎さんの。そうですね。で、そこで拓郎さんが最後にメッセージを VTR の中で残されるじゃないですか。あれはもう、ちょっとなんか、何回か見直したんですけど、あ,<ー>あの場で思いついて、そのまま思うままお話になってるんですかフリーで、あの、ちょっと俺、収録してって言って、 これからちょっと話したいことがあるって全て仕事がこうあそこで完結した時にちょっとフリートークさせてっていうことで収録しましまたね<ー>、うん、さっきの近畿のお二人や篠原智恵さんにおっしゃった言葉に僕通じる言葉で、はい、やっぱり本当の一人ぼっちを経験した人が一人、うんうん、ぼっちは寂しくないんだっていうか愛情みたいなものをやっと分かることができるんだっていうお話。はいはい されてましたよね僕はあの、まあ、30代の頃からだいたいそういうことをステージでもよく話す男だったし、ええ、それから、えっと、自分の人生の中でもやっぱ時々こうなんで俺はこう一人なんだろうっていうようなことをよく考える男だったんですよ。はい、でそれは癖とか言うんじゃなくて実感としてやっぱ人間はそんなにそんなこういつもと遠くんであの肩を組みながら歩く生き物ではないんじゃないかというに僕は思って。 はて、い、でやっぱ孤独っていう言い方は非常によくないけどもやっぱり人間というのは一人で生まれてきて一人で消えていくんじゃないかっていうのが僕のなんか人生観みたいなところがあるんですよ、はい、だから一人なんです大体だから、えっと、時々やっぱりあの親友ができたり盟友ができたり仲間ができたりして、えー、ワイワイするんだけど結局は一人であ生まれてきて一人で 旅に出るんだっていうのが人間の一生なんじゃないかと思ってて、それがこう、自分でこう、感覚として、一人なんだな、結局はなっていうことが分かれば、今度はこの一人っていうのは、決して寂しいことではなくて、とても楽しいことになってきて、一人なんだから、こういうことができるとか、こういうことに挑戦できるとか、一人なんだから、この人とすごく仲良くすることをチョイスして選,べる選んで、付き合いができるんだとか。 一人だから、えっと、恋人が欲しいとか、結婚もしたいとか、一人だから子供も欲しいとか、うん、そういうことがファミリーも欲しくなったりするっていうのは、それ一人だっていうことが根底にあって、うん、それが前提としてないと、人間はやっぱりなんかどっかでこう勘違いした道を歩みそうな気がして、うん、それはこのアルバムの中でもテーマなんですね。はい、結局一人なんだっていうのは、 寂しいことでも何でもなくて、とっても素敵なことで、はい、一りぼっちってこんな素晴らしいことはないんで、せっかく一人ぼっちで生まれてきてるのに、この大事な一りぼっちを大事にしないんで、うんあの、みんなとバイバイやることばっかりに時間を費やして、そっちをこう、気分としてメインに重きを置いちゃうと、はい、つまんない人生にならないかなっていうのが、うん、僕の言い分ですね、今。 それではそんな拓郎さんの思いを込めたアルバムの中から曲をお届けしたいと思います。吉田拓郎、ああ、面白かった。はい、ということで今日発売のニューアルバムから、ああ、面白かった、お送りしました。あのー、メッセージの後に拓郎さんが、カットって言うじゃないですか。はい、あれまた、すげえかっこいいですね。そうですかそうですか <laughs> いや、僕なんかが言うのもなんですけど、かっこよさっていうのは、 もっと生まれたものなんですかね。ラジオが作ってくれたんですよ。<laughs> こういうの全部。<laughs> 本当ですか本当です。間違いないです。柿原さん。これは僕はラジオに育てられたと思ってますから。えー、ラジオですよ。僕を育ててくれた<ー>、はい、そんなラジオが拓郎さん、また、えー、オールナイト日本ゴールドが来週金曜日に迫っております。これが7月8日ですね。7月8日に吉田拓郎のオールナイト日本ゴールド。なんと今日もたくさんお話が出ましたが、はい、キンキキッズのお二人がゲストで登場ということで、もう拓郎さんに有楽町に来ていただくんだったら、うん、やっぱりこれからはもう、 やっぱ自宅ではできないことをっていう、ゲストの方をという。うん、本当ですね。いやそれ自宅に近畿キキズ呼ぶわけにいかないからね。え私はいつでもあの、ロビー行きますよ。ああ、そうですか。いや、うちのロビーで近畿キキズと番組やってたら、それはちょっとマンション中が大騒ぎ大騒ぎでありますけど、僕は問題ないので、ぜひ。そうですぜひまたあの、あの、呼んでいただいて、まだ、油楽町でもいいので来ていただければと思いますが。はい。ありがとうございます。ということで、2回にわたってですね、たっぷりお話を伺いました。貴重な時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。吉田拓郎さんでした。 すいません。<laughs> <laughs> <laughs>